15世紀に発見されたサンビシンの古代彫刻。シエナ大聖堂のピッコローミニ図書館に所蔵されている。ルーベンスによるエレーヌ・フールマンの肖像。カルースト・グルベンキアン美術館所蔵。サンビシンはバロック期のフランドルの巨匠ピーテル・パウル・ルーベンスが1630年から1635年に制作した絵画である。油彩。主題はサンビシンとも呼ばれる。 ギリシア神話の三人の女神カリスである。顧客の注文ではなく画家の個人的な創作意欲によって制作された作品で、妊婦とサチュロス同様に晩年の感動性と活力に満ちた作風を代表する作品の一つである。現在はマドリードのプラド美術館に所蔵されている。ルーベンスは青空と陽光に照らされた風景の中で輪になった三人の女神を描いている。 女神たちの裸体はいずれも柔らかく、肉感的で相手の腕を取り、肩に手を置いて互いを見つめ合っている。その眼差しや微笑み、触れ合う様子に彼女たちの愛情が現れている。画面の左端と右端には木と噴水が立ち、その間に花輪がかけられて女神たちの頭上を飾っている。噴水にはコルネコピアに抱きついたキューピッドの像があり、 下を向いた角の口から流れ落ちた水が光景を流れている。背景には北方の田園風景が広がり、鹿の群れが描かれている。女性像は古典的な三美神の彫刻に基づいている。15世紀にローマでヘレニズム時代の三美神の古代彫刻が発見され、古典芸術の手本として広く知られるようになると多くの芸術家たちが三美神を主題として、 作品を制作した。ルーベンスも少なくとも12回にわたって、油彩、素描、あるいはより大きな作品の一部として三美人を繰り返し描いている。この彫刻は三人の内中央の一人が後ろを向いて立っているので輪になっているように見える。ルーベンスは1620年から1624年頃に古代彫刻の構図を用いずに三人の女神を横一列に並べ、 カリアテイドの形で描いたが、本作品では古代彫刻と同様に、画面中央の女神が背中を向け、それに対して輪の形になるように他の二人の向きを変えている。神話の三美神はそれぞれ輝き、喜び、花を表しているが、本作品の三美神は神話とは異なる意味をまとっており、1630年に、 若いエレーヌ・フールマンと再婚したルーベンスの晩年の作品に浸透している、感能性、活力、喜びが三美心の形で具現化されている。三美心は絵画におけるルーベンスの最終的な技術を示しており、筆運びは自由で、温かい色彩を通した肉付きの表現は熟達し、光を落とすことで彼女たちの肉体を強調している。 風景や鹿の描写が大まかであるのに比べて、彼女たちが身につけた宝石は細部まで丁寧に描いている。画面左側の金髪の女神のモデルが理想化されたエレーヌ・フールマンであることは作品と画家との結びつきを強いものとしている。本作品は1640年にルーベンスが死去するまで画家が所有していた絵画の一つである。ルーベンスの死後の1645年、絵画は 遺産の一部として、スペイン領ネーデルラント総督、フェルナンドでアウストリアを介してフェリペ4世に売却された。ただし本作品は、スペイン王室に売却された25点の絵画のリストに含まれていない。そのためオークションで取得されたと考えられている。1645年のリストに含まれなかった本作品は早くも1666年にマドリードのアルカサスの キツヤーノのボールトと呼ばれる王の夏の秘書のための部屋で記録されている。再建された新王宮には1747年に収められ、約半世紀の間止まった後、1796年に王立産フェルナンド美術アカデミーに移され、フェルナンド七世紀後の1834年にプラド美術館の前身である王立美術館に収蔵された。ありがとうございます。